佐藤澄香です。幸せは腸内環境が作っているについてお伝えしていきます。さあ、今この言葉を耳にされてどのように感じましたか？幸せは腸が作る、でちょっと不思議ですよね。でそれはですね、ちゃんと理由があるんです。実は脳と腸は密接に関係し合っているんですね。でその関係性を脳腸相関と言います。でこれはその脳と腸がその互いにこう常にですねやり取りをこうしているわけなんです。で腸内にある、あの神経細胞がですね、この迷走神経を介して常に脳に、届けていますし、またお互いにそのホルモンをですね、その分泌をこうやり取りする、そのようなその関係性なんですよね。で、このようなね、ちょっとこう分かりにくいお話よりも、ちょっとここで例え話なんですけれども、例えばあなたがその緊張する場面ですとか、こうストレスがかかった場面、思い出してみてください。ほとんどの方が、というか多くの方がですね、こう緊張したりストレスを受けるとお腹がこう痛くなった経験ないですか？あの強い方はもう本当下すぐらいのね、こうもう下痢したりとかお腹に出ますよね。心模様ってそのお腹に出るんですよ。わかりやすいですよね。またその腸内環境がその結局心のですね、こう心模様をこう操作すると言いますか、こう影響を出すそのホルモンをですね作っているんですよね。腸がもう9割作っているんですよ。これすごいことなんですね。で先週ですね、私が、お伝えしておりましたそのファスティングをしているこの期間も、この腸内のホルモンが活性しますから、実は私そのファスティング中はもう本当に安心感とその幸せにこう満たされたようなですね、もう心地よい気分でこう毎日過ごしていたわけなんですけれども、やはりそれも腸内環境が良くなった結果、そのホルモンが普段よりもたくさん分泌されたので、ますます幸せ気分で過ごせたということに、なるわけなんです。でここでその幸せホルモンと呼ばれているセロトニンについて少しだけお伝えしますね。セロトニンは神経伝達物質、イコール幸せホルモンと呼ばれているホルモンで、イライラする、ホルモンをこう抑えてくれる力を持っているんですね。で先ほどお伝えしてました通り、安心感であったり、こう幸せだなっていう、その気持ちにこう刺激を与えてくれるホルモンなんですよね。でまた実は朝の目覚めをこうすっきりさせてくれたりですね、またその反対にそのやるぞっていうそのやる気スイッチも、実はこのセロトニンがですねいてくれる、おかげなわけなんですよね。これすごいですよね。ですから以前私もそうだったんですけれども、そのストレスで、腸内環境が悪くなるとですね、このセロトニンが出ないわけです。そうするともうちょっとしたことでこうイライラっとしたり、こうカーッとこう怒ってしまったり、過去ももうこう不安なですね、こう悲しい気持ちにこう苛まれていたこう時期があったんですよ。皆様もね、大なり小なりあると思うんですけれども、その時にその自分自身の感情ってやはりコントロールできないんですね。だってイライラするじゃないですか。しますよ、私もします。その時にその私やそのあなたのその心がですね、あなたがこう悪いわけではないんですよっていうことをこうここで知っていただきたいんですね。なぜそんなにちょっとしたことでカッと怒ったりイライラしたり、言いたくもないことを言って傷つけてしまったりしてしまうかというのは、あなたが悪いのではなくて、あなたの腸内環境が悪いんです。逆を言えば腸内環境をきれいに
いい状態にして差し上げたら、このセロトニンがたくさん分泌されて、穏やかな優しい幸せな気持ちになれるんですよっていうことなんですよ。これはすごいことなんです。ですから、私は、今回ですね、このセロトニンのお話させていただきましたけれども、ちょっとこの幸せは腸内環境が作っているというテーマで、あとシリーズで何回か今後お伝えしていきたいと思っております。また仕組みですとかと詳しくね、一つ一つコラムを作ってもお伝えしていきたいと思っておりますので、ぜひご覧ください。でまたお話の途中、ファスティングっていう言葉が出ましたが、ファスティングにご興味がおありな方は、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。でこちらご登録後、皆様直接私まで、コメントメッセージご相談いただいておりますので、いつでも私まで送ってください。でまたこのお話、動画のお話をですね、繰り返しお聞きいただいて、あなたご自身とそして周りの方の、健康にぜひお役立てくださいね。でまた、このお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。